には平気みたいだ。いじめて。なんだこいつ。怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな。はあんた何言ってんの。高巻さんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あなたのハートもらっちゃおう。いいともらうとか言ってる。気をつけろジョーカー。手ごわいわね。ナビ敵に弱点はない。待って、今解析中。奪え。弱点属性は変えんだ。あいつの性根ごと燃やしてやれ。アリス、あんたなんでこんなこと。罪のない人を巻き込んで。別に私は悪くないよ。ジャークフノルン、メタトロン、マール、メタトロン。みんなが勝手に私のことを好きになっちゃうだけ。それなら仕方ないよね。他の女には興味ないんだって。それはあんたが改心使ってみんなの心を操ったんじゃない。全部知ってるの。でも高巻さんが怪盗だったなんて驚き。私の改心とあなたの改心、どっちが魅力的か勝負してみる。何するの。今だ。畳みかけろ。いいぞ、弱ってきてる。このまま倒してやる。ここだ、嫌い。あいつ疾風に弱いみたいだ。疾風属性のスキル持ってるか。ジョーカーの追撃がヒット。何するの。やめて。なんてね。惨めなのは行くぞ。なんか雰囲気が変わった。みんな気をつけて。なんだこいつ。奪え。動きが変わった。早いぞ。みんな落ち起きしてあげる。ダイレクトブルマンなんて。クリス、どうしてそこまで。高巻さんには分からない。いつまでバカにされて否定され続けるのがどんな気持ちか。自分のカースト上位だと思い込んでいる人ほど残酷なんだよ。いじめられて苦しんでる人がいても知らん顔して笑ってる。それだけで罪だよね。だから教えてあげるんだ。あなたたちなんてゴミ同然だって。お宅にすり寄ったって逃げられないの。裏切らせて絶望を与えて。やったか。これにてお仕事完了。